戦い。なんだ？まったく。行動だとこんなことがあるなんてな。な、おい！はい、皆さんこんにちは。小野圭一です。1年間2年 B 組の担任をしますよ。やった、小野ちゃんだ。このクラス当たりだよ。何か質問はありますか？好みのタイプは何ですか？何歳ですか？恋人いますか？どこ住み？てか、LINE やってる？はいはい。そういうプライベートのことを聞くのは失礼なんですよ。ちなみに僕は24歳独身、千代田区住みで、LINE は身内のみです。次は、皆さんにも自己紹介をしてもらいますよ。はーい。あ、そういえば、この春からの転校生がいます。最初はその子にやってもらいましょうか。では。ああ、お前は。どうしました？もしかして一番に自己紹介がしたかった？二階堂。終わり？まあ、二階堂くんのことはみんな知っていますよね。ここからは席順でお願いしますね。はい。出席番号1番、青木誠です。父、母、妹の4人家族で、出身は千葉県勝浦市。好きな色は海のように透き通ったコバルトブルー。そして好きな図形は、はい、もう大丈夫です。長々と失礼しました。
はい、次の人。俺は斉藤瑠衣です。こう見えて帰国子女です。このクラスの子みんな可愛いね。楽しい一年になりそうだよ。俺は源栄治。このクラスでも一年間エンジョイするぜ。よろしくな。このメンバーで一年間やっていきます。よろしくお願いしますね。はーい。ねえ、私ブラナカ翔子っていうの。一年間よろしくね。転校早々絡まれちゃったね。知ってる？二階堂くんのこと。二階堂財閥って聞いたことない？そのトップの一人息子なんだよ。そうそう、そういうことだったんだ。翔子でいいよ。うん、一緒に帰ろう。この学校のこと何でも聞いてよ。お、なになに？やっぱり気になっちゃう？二階堂くんと話したことないからな。友達といるところも見たことないし、学校にもあまり来てなかったみたい。忙しいのかもね。そうそう、3年生にも要注目人物がいるの。ね、島光っていう先輩なんだけど、とにかくオーラがすごくて、1年生の頃から数々の伝説を残してたみたい。一目見たらすぐわかると思うよ。あ、私こっちの道だから、また明日ね。あ、なんでお前に教えないといけないんだよ。何？そんなの知ってるに決まってるだろう。別に気にしてない。っていうか全く気にしてない。じゃあ。あなた様、あなた様、よかった、やっとお会いできました。私はご覧の通りタヌキでございます。突然のご挨拶になり申し訳ありません。どうしてもあなた様にお会いしたくて夢の中までやってきた次第でございます。あはは、急にこんなこと言われてもすぐには信用できませんよね。でも私、怪しいタヌキではございませんから。では、本題に入りましょうか。昨晩のことになります。私は、あなた様の切実な願いを聞いておりました。またまた、恋愛がゲームのように簡単ならば。そう強く願いましたでしょ？遠慮なさらず、私がその願いを叶えるおまじないをかけておきましたので。
今朝殿方とぶつかりましたでしょ。そう、正方形がポイントなんです。私があなたにかけたのはイケメンの解像度が低くなるおまじない。よく存じ上げません、デーポコ。その通りでございます。ご安心ください。殿方の好感度を上げれば徐々に鮮明な姿になっていきます。好感度が一番低い無の状態がドットなのです。殿方の心をゲットすればよいのです。さすがあなた様は飲み込みがお早い。このおまじないは殿方を見ただけで現在の好感度がわかるという優れもの。ゲームのような恋愛がしたかったあなた様にぴったりなんです。しかし一つ欠点がありまして、3ヶ月以内に殿方の心を射止めないといけないのです。すみません、私の力では限界で。ですが聡明なあなた様にならこの困難も乗り越えられるはず。いえいえ、私は真実しか語っておりません。あなた様が素敵な毎日を過ごせるよう心から願っておりますから。では新しい高校生活存分に楽しんでくださいね。なんだよ。別にいいけど。おはよう。あれ？何かあったの？暗い顔してるよ。そう？相談ならいつでも乗るからね。ならいいんだけど。あ、おのちゃん来たからまた後で。遠慮しないで何でも聞いてよ。ということなんですが、わかりましたか？そっか。みんなも誰かが困ってたら話を聞いてあげてくださいね。それじゃ、ホームルーム終わります。ちょっといいかな？覚えてくれてたんだ。え？これだけは聞いておきたくて。君、二階堂くんと友達なのかい？そうか。どうしたら二階堂くんと仲良くなれると思う？そうなんだよ！近づきがたいというか。だけど僕は。おい。二階堂くん、あの仮想通貨の話をしていたんだ。なわけあるか。俺のこと話してただろう。聞こえたぞ。違うよね。お前とは絶対に友達になってやらないからな。本当のことは言っちゃダメだよ。待って、二階堂くん。
よ、いい感じ。